3月25日開幕してから、4月の10日まで、戦ってきて、なんと現在、セントラルリーグ首位ということで、まだ喜ぶのはね、早いですけど、まあよくやってるかなと思います。はい。戦力考えたらね、正直、最下位を回避できればいいかなぐらいの、感覚だったんで、まあよくやってるかなと思います。はい。前回はね、ヤクルト戦やって1勝1敗、1中止。で、横浜に対しては、ね、まさかの3立てと。まさかの3立てでした。これね、まあ、中日のこと考えたら、まあ、ピッチャーが抑えたんだろうって、思うんですけど、まあ、実際はね、まあ、5対4、5対3、10対8ということで、ピッチャーというよりはね、バッターが頑張ってる、そんな印象を受ける、ゲーム内の中日ドラゴンズということで、今回はね、まあ、11日から始まるね、阪神タイガース戦、あとは16、17のカープ戦、監督プレイするのはあれかな ?12 と16かな、うん、をね、やっていこうかなと、思います。はい。でね、相手は阪神タイガースということで、まあ、このね、シーズン始める前に、まあ、めちゃくちゃね、選手を強化、まあ、ゲーム的に言うと覚醒かな、覚醒させてね、シーズン始めたんですけど、阪神がね、一番覚醒させてるから、うん、相手ピッチャー、才木。これも覚醒させてます。はい。最近も覚醒させてますし、まあ中継ぎって、まあ中継ぎはあれだけど、先発はね、村上くんとか大竹とかは、そもそもこのプロスピのバージョンだとね、まあめちゃくちゃ弱かったんで、うん。フル覚醒させてます。うん。だからまあ覚醒という意味だとね、まあ阪神がだいぶ強いんで、まあ野手陣はあんまそうでもないんだけど、あんま変わらないんだけど、うん。だいぶ覚醒させてるんでね、まあ手強くなるかなと。思ってます。しかーん。ビシエドタッチしたらいけなくない？タッチ選べなかったか。ビシエド。一瞬の判断は素晴らしいですよね。一瞬の判断素晴らしいか？判断って言うか、佐藤さん。タッチしたらいけなくない？これ。ベース行っちゃう。ちょっとルール、もうワンチャンね、もしかしたらタッチじゃダメなのかもしれない。いいねえ。BC。BC。だからこそ怪我したら終わる。冷静なれ。だからこそ怪我したら終わるんだ。ビシエドは怪我しにくさいい。33歳。いつ終わるかわからない。だからしっかり休ませよう。いやー、絶好調才木やるな。いや、いいコース、いいコース、梅津にそのコースは厳しいよ。ちょっと才木にやられすぎじゃない？絶好調だけどさ、絶好調だし、俺確かにシーズン始まる前に覚醒させたけどさ、127球投げる、やられすぎじゃない？作戦が悪いんか。ちょっとやめてやめて。岡林はまずいよ。ああ、よかったよかった。高橋周平だったら怪我してたわ。うん。高橋周平だったらというか、怪我しにくさ F だったら。うん。怪我しにくさ F だったらね。今ので離脱してるから。岡林でよかった。よくないんだけど。うん。ああ、切り式ね。キリシケも覚醒させてんのよ。これがいいよね。これで、このね、ちょっと成績あんま良くないけど、うん、だからキリシケの成績がいいんですって言おうと思ったら、あんまり良くなかったな。うん。キリシケ多分マックスしてんじゃないかな、覚醒。確か。だからな、いや、これ、いや、ありだな。これありかもしれん。我らが立浪、出陣かも。いや、目先の勝利とか考えるチームじゃないんだよな。一年目は捨ててんのよ。正直。なんでだろう。フォアボールは思んないって。フォアボールは思んねえよ。ストライクじゃないけどね。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ストライクじゃないけどね。
斜めや。あ、地下が雨打ってね。寂しいな。高め打ちました。打つんかい。破りました。いや、打つんかい。まあ、この中日である前にね、あの阪神でやったんですけど、まあ、阪神の時はね、もうだいぶ近本に収まったから、だいぶ。テルアキ、テルアキ、テルアキ、先制なるかとかでもないんだよ。9回、先制なるかじゃないんだよ。まあ、先制だけどさ。9回だからな、先制とかのタイミングじゃないだろう。はい、出るわけ。はい、もう、休ませます。はい、これにて、主力を休ませます。はい、言い方を変えるともう負け試合です。はい、選手を大事にしましょう。あ、でもビシで休ませられないか。あ、宇佐美がいるか。よしよし。ブライトも怪我しやすいんかい。おいおい。竜の未来。竜の未来みんな怪我するやん。これで、こうしよっか。全外。立浪監督。立浪監督の判断早いやろ。テルアキに勝ち越しホームラン打たれたらすぐ帰るからね。全員帰る。全員休ませる。この瞬間はファンが察するわけよね。あ、今日負け試合なんだ。全外です。フォアボール、フォアボール。フォアボールしかない。さあ、6球目は何か。あ、いいんじゃない。あ、あるよ。ライト前ヒット。ベンチの期待に応えます。全開してるけどね。うん、全開しちゃった。立浪監督が焦ってるわ。今、ベンチで。あ、全開しちゃった。っ不調の瞬太。不調の瞬太でいけるか。フォアボール中、岩崎があれだぞ。さあ、これで決まるのか。あー、フォアボール狙えたのに。ヒットが出れば追いつくかという場面。しかし物に当たらないよな。満塁は変わりません。これが2球目。いや、いいけどね。しゃしゃない。最後は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。で、相手はね、相手は覚醒させた大竹なんでね、そこそこ強いんでね、まあ頑張りましょうというだけです。はい、頑張りましょう。頑張れ、俊一ドラゴンズ。しゃあしゃあない。しゃあないよ。切り替えていこう。涌井7回投げ3失点。中日だな。中日だ。高橋宏斗絶好調よ。未来ある若者にさ、届けてあげたくない。勝ち高橋宏斗覚醒させるからちゃんと強いぞ。これは消えなかったけど、登板すると勝ちに恵まれにくい。これは消えなかったけど、行くしかない。宏斗に勝たせてあげて。ナイス、やりました。3連戦あるし、1個勝てればいいから。ピッチャーのおかげだな。中日は7回裏、ビシエドのソロ、高橋主演ソロ。もしかして7回までは 1-1? え?危な。あ、いいね。ビシエド、周平、石川、高谷。最高やん。ちょっと、もうちょいあれやけどな。つなぐ野球をしてほしいけどね。バンテリンドームで3本出たわ。ナイス。そう、プロ初勝利会って話なんですけど、さっきも言ったんですけど、ゲーム的にはね、2022年で止まってるんで、だから2022シーズンが始まる前の段階では高橋宏斗はね、初勝利してなかったってことか。今やね、もう欠かせない存在ですけど。あります。
頑張ろう。雄大、え、雄大、え、雄大、え、セカンドランナーホームイン、ごめん、こんなチームでごめん。雄大が打たないと勝てない。やっぱ雄大クラスになると分かってるな、俺が打たなきゃ勝てない。さすがやわ、さすが中日一筋だけあるね。俺が打たなきゃ勝てない、分かってるわ。いいよ、いいね。ヤシも弾かけんからね、岡林くんよう打った。あー取って、大島ちゃん、おじちゃん、おじちゃん取ってくれたらな。自由だい、打っても打たれちゃ意味ないでしょう。ちょちょ、打っても打たれちゃ意味ないよ。どっちが作戦が悪いか。ただもう2アウトだから、この回までは頑張ってほしいんだよな。さあ勝負してくるのか。インサイド打った。ナイスナイス。一塁アウトで3アウト。いいね。先ほどのシーンリプレイです。さあ、てか作戦変えないと。上げておきたい場面。やばい。こういう場面で。雄大ごめん。あ、雄大ごめん。これ俺悪いわ。センターの頭上を破っていった。いや、これ俺が悪いわ。雄大ごめん。セカンドランナーホームイン。そのカープストライク先行。ご覧いただきましょう。あれなんだよな。いや、これ雄大マジでごめんだわ。これ悪いわ。俺が悪いわ。期待していいと思います。ほら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 、長打狙いしてんだよ。わかりやすいね。前にボールを飛ばせません。いや、頭からやってればな。いや、俺が悪いな。ランナー二塁は変わりません。雄大ごめん。バットに当てたかったんですけどね。ここでストライク先行。まあ、まだチャンスは続いていますね。ここで戻るっていうね。なんとか得点につなげていきたいですね。うん、そうですよね。そう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 。甘い甘い。一塁アウト。雄大ここしかね。これで一打同点のチャンスですね。しっかりと。大丈夫、これはいける。セカンドランナー帰れば同点。回るんかい。嘘。セカンドランナーホームイン。カープ。やるなあいつ。いやでも俺が悪いな。5回か6点の追加点が、5回か6回の追加点が良くないわ。ターリーナいけんじゃない。調子悪いか。あ、調子悪いターリーいけるんじゃない。調子悪いターリーは見ていけだろう。見ていかんかい、見ていかんかい。スリーボールまで来たやん。見ていかんかい。今日はまだ当たりがありません。見ていかんかい。ライト方向を流しました。高い打球ライトへ。この打球は前になっています。スリーボールまで来たやん。2アウトです。今日は守備で来てるよ、スリーボールまで。そのまま出場している大野。来てるよ。先ほどの打席は。そうそうそう。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトなんよ。から勝ち越しのランナーを出していきます。ごめん。ツーアウトなんよ。遅いかも。ちょっと遅いかも。ほらほらほら、見ていかんかい。そう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 、見ていかんかい。ブライト行くか。ブライトで立浪監督出ます。バッターボックスには代打のブライト。いいね。里崎さん声をかけました。行こう。さあ注目しましょう。いや、これ怖いよ。この世界の立浪監督優しいから、まあ、リアルも優しいか。うん、頼むよブライト。改めてお聞きします。このブライト難しいバウンドを抑えて。ガチガチやん。立浪監督出ないのが分かったか。ブライデル頼む。安心、安心と信頼のライデル。さあ守護神ライデル、変化球空振り。なんてカーブなんだ。打順は6番、素晴らしいカーブ。前の打席ではフォアボールを選んでいます。今のカーブすごいよ。2アウトランナーありません。ライデル変化球空振り。安心と信頼、安心と信頼のライデル。五分五分、勝敗つかずということになってしまいました。全然やったわ。
あっという間に終わった。びっくりした。いや本当ですね、12回始まった？よく踏ん張ったんですけどもね、まあゲームとして非常にいい、ね、12回やってたか今試合、はい。引き締まったゲームになりましたね。早すぎても。結局両者譲らずで決着はつきませんでした。まあ、安心と信頼。勝つの。新しいドラフト候補選手は見つかりませんでした。今のドラフト候補条件を教えようかな。やる気がないんじゃないですか。厳しいこと言いますけど、指定なし、指定なし、社会人、え、社会人でいいんだぜなあ。社会人でいいよ、わかるか、社会人ですよ、社会人探せーって3月25で言って、4月17でも見つからない、やる気ないんじゃないか普通に。お、東海の怪物、東海の怪物、完璧やん。中日ドラゴンズの未来、大内くんを調査しよう。九出身の東海の怪物なんかも中日とご縁を感じます。相手森下くんか、うん、苦しいな。頑張れ小笠原、小笠原に全て肩かかってるかも。ごめんごめんごめん。惨敗っていうからどんだけ点差離されたんだろうみたいな、どんだけ小笠原打たれたんだろうと思ったら、6回3分の2、4点か。惨敗って言わなくてもいいけどね。え、お断り、嘘やん、お金積んだでしょ。ねんてん、諦めないよ、言っとくけど。てかあれなんだけどな、前回時点だとなんだろう、全然あれだったのにな。これならワンチャンありますねって、この左下のメガネのやつ言ってたんだけどな。あれだ、そういうことか、 あれだ、西武が外国人取ってるからだ。さっき出てたな、西武が新外国人獲得しましたって。うわー、こいつらやるねー君らやるねー、そこまでして嫌だ。ちょっと頼むよ、お前岩崎と田島には悪いけど、もう使う場面ないもん。ごめん、頼むよ。今日に関しては5試合やって1勝1分け3敗と、ちょっと化けの皮が剥がれてきてるな。ちょ、次回、外国人と、トレード成立することを願いましょう。はい、というところで終わります。お疲れ様でした。